90年代末に吹き荒れた自動車業界の再編劇でイギリスのローバーが持っていたミニのブランドはドイツの BM の BMW 手に渡ったローバーはちょうどその頃新世代のミニを開発中だったためそのプランは BMW の手によって受け継がれることとなるこうして2001年全く新しいミニが姿を現したのである現代の安全性やパッケージングを満たすためオリジナルより一回りサイズアップして登場したミニは位置づけもプレミアムハッチバックという ライバルとは一線ををす性格を与えられていたスタイリングはオリジナルをモチーフとしつつも現代的なアレンジがなされたもので新しいユーザーを獲得するだけの魅力にあふれている搭載エンジンはクライスラーとの共同開発による1 6リッター直列4気筒 SOHC のペンタゴンユニット。 そのスペックはベーシックなワンが90馬力 14.3kgm スポーティーグレードのクーパーは115馬力 15.2kgm を発揮したさらにトップスポーツモデルのクーパー S ではこのエンジンにスーパーチャージャーを組み合わせ163馬力 22.2kgm ーを誇ったのであるトランスミッションは1とクーパーでは5速 MT か CVT クーパー S では6速 MT となるコンパクトなハッチバックだがリアサスに手間のかかったマルチリンクをおごるなど走りに対するこだわりは BMW の名に恥じない実際その走りは FF とは思えないスムーズかつ洗練された感触でかつてのミニを彷彿とさせるキビキビしたハンドリングはその出来栄えに注目していた世界中のメーカーを驚かせたほどだ。2004年そのミニに今度は オープンエアの楽しさを加えるべくカブリオレが追加されたこちらのミニも大ヒット間違いなしといえる完成度である。